バス代の問題でまた思案商談のトラブルがあったようです。小遣いを心配しないで、お姉ちゃん。僕大きくなって責任取るから。お客さんを騙しては いけない。あなたのお名前は何ですか？私は全盲なので人の顔を区別できません。商人組合長が許可した正式取引ですので信じてお任せください。まだ入ってきてないだと？持ち物が多いのなら俺に預けてくれ。もちろん可能な範囲でな。
金というものはな、ある時もあるが、ない時もあるものさ。倉庫を拡張したいのか？倉庫用途で家を購入すれば。漁師様が俺を拾ってくれた。レッドオークは恩返しする。特別な休憩所、黄金引き返る旅館にようこそ。持ち物が多いのなら俺に預けてくれ。もちろん。俺に預けてくれ。もちろん可能な範囲でな。
商人組合長が許可した正式取引ですので、信じてお任せください。私を訪ねてきたということは、金の匂いを嗅ぎ分けることだ。商人組合長が許可した正式取引ですので、信じてお任せください。預けてくれ。もちろん可能な範囲でな。
金というものはな、ある時もあるが、ない時もあるものさ。
では礼拝堂孤児院に送られます。
要なものがたくさんありそうだな。こまめに財産を増やそう。商人組合長が許可した正式取引ですので、信じてお任せください。アルフェオンの特別な休憩所、黄金引き換える旅館にようこそ。商人組合長が許可した正式取引ですので、信じてお任せください。Thank you.